アメネコさんがメイヤさんだよね、だよね、だよね、そうだよね、アメネコさん入れてるよね、自分にね。そうだよね、そうだよね、入れるしかないもんね、自分にね。キングスキンあるじゃないですか。あ、いいね。キングスキンつけてもらって。あ、いいね。あ、いいね。そうだ、キングが。竹尾さん、フローじゃなくなっちゃった。もう、廃人になっちゃったじゃん。ボクシング廃人になっちゃった。メイヤさんのこれ、なんかミスなんとかのやつじゃないですか。あ、これミスコン、ミスコンの方。ミスコンじゃないですか、これ。なんかキングっぽいですよ。ハタソコさんのやってるのはキングっぽい。確かにハタソコにはね、俺勝ってるんでちょっと譲ってもらおうかな。そうね。いやー、いや面白かった。じゃあ行きますか。はい、お願いします。お願いします。お、俺今日トリックスター引くね、結構ね。揚げぽよみたいな。ナイスでーす。誰ですか、揚げぽよって言ったやつ。僕の方は今1分の11になってるんで、クルーメイト確定です。ありがとうございます。1分の11ですね、今僕。あの、じゃあ、あ、1スラッシュ11です。1スラッシュ11って書いてある。もうタスク1個やれたんすか。やりましたね、僕。手早いですね。何のタスクやったんですか。僕、あの、除染やりましたね。嘘だー。嘘ですね。あ、嘘ですね。嘘だー。嘘ですね。嘘ですね。正直酸素ついてるんで釣りましょう。ジェスターの可能性がある。いや、これ、ジェスターで釣られに来てると思うんで、僕は釣りたくないです。ショボスケをニヤニヤさせたくない。じゃあ、助けていきますか。あ、はい、これでシェリフに撃たれたら本当申し訳ないんで、普通に、あの、今のは、あの、フラットで。人外臭がすげえ。ビビってきてるな。チャンピオンの服気持ちいいな。ナイボー。ナイボー。いやー、キングどうですか、気分は。いや、もう最高だね。最高ですね。しかも今もエレキの勝ちやれたし。おー、最高の気分だよ。キングになってるわ。キングになってんな。なってるねー。オムニキのかっこいい。いや、できるな。本当に畑迫さんの枠に侵食してるし、完全にフロー。畑迫もきれいに泡ついてるじゃないですか、畑迫さん。すごいきれいにしてんのに、畑迫は。竹尾さんのヒゲで頭洗ってるみたいな。むしろ僕からは畑迫さんが頭で竹尾さんのヒゲを洗ってるように見えた。ああ、本当だ、本当だ。伊豆さんはシャワー浴びた後なのにね。ゴミ箱かぶっちゃってるし。そうだよ、不老者だよ、こっちも。さっきシャワー浴びたって。何があった。おい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 、どんな投票がすごい勢いで入ってるけど。やば。チャンピオンの座から引きずり下ろそうとしてるやつ多すぎるでしょ。殺す殺す殺すはやばいね。アベコ、アベコ、あ、ほら、ぽよぽよ。今どういう状態？はい、探偵使用します。お、足跡見てます。はい。主体値がエレクトリカルとバイタルの間なんですけれども、はい。
マユコさんがエレクトリカルの上から降りてきて一緒に死体発見したんですけれども、はい、右の方に抜けていくオレンジ色の足跡を見てます。オレンジ色ということはアベレージですか。アベレージさんですね。嘘じゃない、それ嘘だと思う。それは嘘、多分あ、待って待って、あ、わかんない。え、どのぐらいのタイミングだろう。あ、モーフィングの可能性ある。アベレージ君は、貨物で停電僕と一緒に直し、貨物でそう、メイヤさんと一緒に直しますと。あ、じゃあ今アリバイがない人怪しいんじゃない。あ、いや、アベレージ君と会ったことのある人を探し出していけばいいんじゃない。あと僕アベレージさん と、アーカイブで会ってて、僕メイン側に抜けて今エレクトリカル下ですね。あ、そうそう、アーカイブでショボさんと一緒に。あ、そうか、サンプル取るのに会うの必要があるのか。そうそう、一回会ってないんじゃない、サンプル取るために。アベレージさんが会った人を言えばいいんだよ、逆に。うんうん、ショボさんとメイヤさん。え？じゃあショボスケじゃん。アベちゃん視点俺絶対無理だよね。いや100無理。だってメイヤさんと僕一緒に貨物室で停電直して、うん、そのままラウンジ行ってで。ラウンジで結構時間潰してるから2人で。そう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 、もうショボさんしかないよ。ショボスケさ、なんでアベレージさんに言わせておいて自分でえっていうの、おかしくないそれ。いや待って、俺しか出てこなかったのか。てか逆に僕になれるのってショボスケさんしかいないんですよ。だって普通に取れるのが。ごめんなさい、じゃあもうアベレージ、ごめんなさい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 、めちゃくちゃ薄い線言っていいですか。はい、あの僕が黄色とオレンジを見間違えてる説があるとして。あ、自分じゃないですか。ゲンさんってどこ行きました。あ、私セキュリティでイズさんと会ったけど、エリフにいます。ゲンさんがモーフィングで切ってたらゲンさんの可能性もあります。ああ、そういうことね。僕になりすましてて、ね、僕が黄色とオレンジを見間違えてる可能性もあるんで、ね、一応マユコさんは絶対違います。僕視点ゲンさんの可能性はあります。ハタサコさんも違うと思います多分。じゃあチョボスケさんかイズさん、あのあれにしてほしい、シェリフでやってほしいな。なんか、ま、あーいいですね。どっちも否定しないのがなんか、ね、俺じゃないんだよな、ショボスケ。これ自投票だろ絶対。なんかショボスケワンチャンあるよね。ちなみに肉発見でマイコさんで会ってますよね。そうですね。はい。ごめんな、べっちゃん。え？あら。え？そう。どういうこと？黄色と緑がいたよね、そこに。いました。アメネコ、イズいて、僕下からエレクトリカル上がったら、そこに死体が。さん僕今レバーをやってたら、これ多分ド直近、ド直近で、そう、僕直前でマユコさんとはしごあたりですれ違ってる。はい、うん、ごめんなさい、僕視点もほぼほぼアメネコさんしかなさそうです。じゃあさっきの伊豆さんじゃないですか。やっぱりさっきの伊豆さんが切ってるんだと思います。ごめんなさい、さっきのターンの話、私が切ってる瞬間見れてるはずなんですよ。私、うん、マユコさんの後ろに私とか伊豆さんが多分いるんですよ。ん？さっきですよ。今じゃなくて一個前の話ですよ。僕が言ってるのは。あ、いつまで切る？伊豆さんが切って、伊豆さんが切ってからまゆこちゃんと合流して普通に発見っていうパターンがないですか？どういうこと？絶対そんな時間ないので伊豆さんはないです。で僕目線伊豆さんとまゆこちゃんがまあインポスターですかね。二郎ね。はい。そうなりますね。僕が行った時にはもうそこになんかオレンジ誰の死体、竹尾さんかアベリさんどっちの死体、竹尾さんの死体があって、でそこにアベネコさんがレバーの下に行って、伊豆さんが道の真ん中にいて、僕はどちらかというと伊豆さんが死体に近かったに見えたんだけど、少なくとも僕が切るしないと思ってほしいんだよね。僕視点は翔介さん絶対ないです。足跡見えてます、下から来るのが。だからメネコさんを、でもアベネコさんジェスターではないと思うんだよな。だって僕がインポスターだったら、メネコさんとラインつなりで伊豆さんを釣りに行くじゃないですか。このターンで探偵がもしいたら出てください、対抗で。
でもさっき出てない時点で、うん、あ, いいんじゃないあれじゃないですか。だからチャゲポさんが探偵だったんだと僕は思います。ああ、はい、そういうことね。はい、チャゲポさんが探偵で乗っ取ってるっていう風に見てほしいですね。今回絶対ショボスケはないのね。ショボスケさんってどこにいらっしゃるんですか。ショボスケさんないです。うん、僕じゃない。今ですか。今はシャワー室の左上に畑迫さんと二人で一緒にいます。あ、じゃあ伊豆さん釣ってください。僕釣ってくれていいね。伊豆さん釣ってくださいね。絶対伊豆さん釣ってください。フロさんが多分モーフィングされてるんでこれ。え、ちょっと待って、これモーフィングされてるのこれ。アメコロさんのを私が直前に見てるんですけど、証言と合わないです。ああ、そうなんだ。コロさんは絶対にシャワー。モーフィング強いな。なんだ。モーフィング来てる。モーフィングの波が押し寄せてるぞ。これどこに配置したっけ？金庫と、あった。金庫とあれか、エレキのところか。ナイスコモさんは畑坂がシャワールームのところで配線タスク一緒にやってるの証明できます。はい、舞子さんの証言をもっと聞きたいです。はい、すいません。私が診察室からエレクトリカルメインホールの方面に向かってるときにホロンさんとすれ違った覚えがあったんですよ。うん、で、エレキのそうエレキの下から回ったときに死体があったってことはショボスケさんが私後からすれ違ってるのを見てるのでホロンさんが切ってんのかなって思ったんですけど、ホロンさんの発言が一切出なかったんでこれモーフィングでやられてんじゃないかなと思ってホロンさんが聞きました。そこは探偵で、弾けます。足跡はなかったです。緑色の周りに動いてないです。アメネコさんはで、アメネコさんがその場所にいないっていうんやったらモーフィングの説はあるんですけれども、アメネコさんがそこにいたっていう説は取れてるんで、僕これローラーでいいです。ローラーちょっと待って、アメネコさんってそこから動いてないってことなんだよね、しばらくね。そうですね、僕しばらくというか上から来てそのボタンやってたんで。ちなみに僕は一応まゆこちゃんと伊豆さんとあと誰見たっけな、すいません、ついでに使用しときます。私メイヤーです。はい、ホロンさんはいない。あれ、ホロンさんを見たっていうマヨコちゃんはやっぱおかしくて、ホロンさんはいないんですよ。僕は人が多かった時に誰が通るかをボタンを押す前に見てたので、そのタイミングでホロンさんはいない。停電の前、なんか一番大事なのって、ね、シェリフがいるかどうかってことなんじゃないですか。そう、てかアメネコさんシェリフでキルしていいんじゃない。なんかアメネコさんそこから動いてないことになるから、なんか、うんうんうん、キルした人間にしてはなんか動きが変じゃない。キルが発生したとき、シャワーメインホールの方に向かいましたよね。はい。で、その後どこ行ったんですか？ん？キルが起きたとき？あ、そうです。キルが起きたラウンド。シャワーメインホールからエレクトリカルに降りてます。で、死体発見っていう流れなんですよね。はい。そのラウンドをホロンがすれ違ったのは、伊豆さん、アメネコさんだけなんですよね。スキップしますね。入れるスキップ、スキップ、いや、これね。チリップ待ちですか？怪しいじゃん。でもシェリフね、いない気するんだよな、なんか感覚的に。でも死体のそこから足跡がないってことは、そこから動いてないってことだからね。クソ怪しくない、それのが。シェリフいるならアメリコさん切るってことですね。アメリコさん、ジェスターっぽいよな。なんか、まあ、これに関しては俺がインポスターだから分かることなんだけどさ。継続停電。よし。お。え？わあ、抜けるか。発見で展望ですね。はい。ホロンさん見てない展望のどこですか？展望の左だから展望です。
左下。展望のどこ、ね、どこって言われても、あ、展望の展望ではなく展望の中のなんて真ん中ですね。展望。あ、はい、電気つけられた。はい。原産かな？だから多分僕目線は。そうですね。原産展望の方行ってましたよね。うん。フロンさんをまずお見かけした方っています？このターン。見てないっす。見てないっすね。てかあの、はい、停電プラストリックスター停電で。あ、てか畑迫さんも死んでるこれ。畑迫さん死んでますね。二人死んでますね。ね、畑迫さん近場で死ん、私畑迫さんのキルの方が払えると思うんだけどな。これ畑迫さんのキルですよ、そもそもアメレコさんの。そうだよ。そう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 。あ、逆か。そうっす。畑迫さんを発見してます。展望で見てる。うん。はい。うーん、さっきの容疑者から言ってアメレコさん釣りにはしたいんじゃないですか、伊豆さん的には。アメネコ元の匂いってこと？なんですけど、そうなると元さんの方先に釣っていいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね。しょぼすけさんが先じゃないんですか？え、いや僕にならなくね？なんですか？どう？さっきの容疑者ってしょぼすけさんしか残ってない。だってさっきのキル僕できないってあの伊豆さん自身が証明してたじゃないですか。しょぼすけさん。あ、そう、伊豆さん目線で無理なのか。そうです。じゃあ元さんが、じゃあ元さんでいいです。アメリカさんがデスパーの可能性が若干出てきたので、あ、もう追ってください。はい、それ追ってもらっていいんで、じゃあゲンさんを釣って僕釣らないでください。じゃあそれ目線、僕めちゃくちゃ強いんで。どういうこと？アメリカさん、え、あ、だから僕を実際で見るならゲンさんを釣って普通に議論進めてください。その後、まあ、アメリカさん無視してってことですね。はい、アメリカさんは何 CO ですか？それで勝てるんで。アメリカさんクルーって言いたいの？いや、だから僕、だからクルーでゲンさんがもう証言、畑坂さんを見てないって言うんだったら、畑坂さん、僕は展望で見てるんで、言ってることおかしいんで、ゲンさんを釣ってください。以上です。ゲンさんに入れてください。でも、アメリカさん目線、ゲンさんはジェスターではないとは言っても、じゃないって言い切れるってことですね。ああ、だから、もう嘘ついてるんで、はい。らしいですね。で、いるんで、展望にいるんで、ゲンさんは。あれ、マイコさんがメイヤーなんだよね。メイヤーです。はいはい。じゃあ、ゲンさんが。これ。アメネコさんはジャッカルじゃないな。アメネコさんジャッカルだったら今のって多分俺ら2人プラスで話すから。はい、はい、ナイスボタンです。ありがとうございます。はい、今まだ最大で2人がいる。3人がいることの可能性もある。その3人がいたらもうここ多分 CO する場面なんですよね。っていうか僕目線ですけど、あの伊豆さんが探偵でしょ、うん、はい、で舞妓さんがメイヤーでしょ、メイヤーです。で僕その動きからアメネコさんがジェスターっぽいと思っているので、ほぼじゃあそぼすけさんっつって、うん、インポスターと思って、はい、じゃあそれでいいです。でもそれだと僕クルーガチでクルーだから、僕知ってたメイヤーさんになってくるのか。え、じゃあメイヤーさんしてしょぼすけさんは誰のキルに関わってる感じですか？初手とかわかんない。さっきの誰だっけ、にしては起きてたタイミングのキルは竹尾さんじゃない、アベレージさん、うん、ぐらいなんじゃない、うん、死体の発見位置ってどこです？厳密にはどこですか？展望デッキってさっきの1個前のターンです。畑さん、あ、そうですそうですそうです。畑さこさん、アメネコさんが見つけているはずですね。どの辺で見つけました？いや俺でもね、2回目のだから展望の真ん中ぐらいです。はい。まあ、僕はしょぼすけさんにも入れてるんで。あ、さっきのさ、僕がさ、エレクトリカルから下から上がって、竹尾さんが死んだターン、僕とアメネコさんとしょぼすけしかいなかったじゃないですか。てかしょぼさんのさっきのあの人外が3人いるんだったら使用した方がいいっていうのは、多分ジャッカルが生きてることにかけてあの声かけてるんじゃないかなって僕は思ってる。うん、だから違う。だからその場合ここでその使用がないから。もう一人は落ちてるってことになってくるから、原産落ちてるってことでいいんじゃないのってことを言いたかったんですよね。ああ、まあでも。だから僕視点だと、僕はアメリコさんの方が釣りをしたいですけどね。いや、僕目線って、その結局、じゃあ、しょぼすけさん釣らなかったとき釣られる位置になって負けるんで、迷惑があるなので。あ、それは飲めないです、僕は。アメリコさんに誘導するのも飲めないです、僕もクルーだから。アメリコさんに誘導するのがなんか怪しいんだよね。だって、伊豆さんとしょぼすけとアメリコさんしかいなくて、伊豆さんがしょぼすけさんやってないって言ってて、そう、そしたらそこでアメリコさんしかいないんですよ。もうん、3人しかいない場面で竹尾さんが死んでて、伊豆さんがそれはそれはゲンさんだって、それはゲンさんだってことじゃないんですか？ああ、ゲンさんがモーフィングでアメリコさんを引っ張ったの。マイコちゃんが入れてくんねえのか、しょぼすけさんにこれ。これ難しいな、マジで。
マイボ。しょぼさん釣りは入れてほしいんだけど。しょぼさん、ごめん、しょぼさん目線でさ、もしアメネコさんを釣りたいってことは、アメネコさんじゃないところにジェスターがいるって話じゃん。いや、ジェスターはだからもう切られてる可能性も全然あると思いますよ、正直。アメネコさん、ジェスター追わないの？いや、だって、そこがなんか気になるんだよな。いや、だから、だって、僕は自分目線、僕スクルーなんで、で、伊豆さん、舞子さんはもう役職を置きするしかないじゃないですか。いやだから伊豆さんを役職死んで置いてた場合って、さっきの証言からアメネコさんがその切る現場から全く動いてないっていう情報が出てたわけじゃないですか。だから僕はアメネコさんが切るしてそこに留まる続ける必要がないと思うちゃう。そうですね、僕も同じ意見でマジェスター疑ってますね。じゃあそこの場に4人目がいたってことですか。かもしれないですね。結構前、僕エレクトリカルの右のパチをやって降りてから武雄さんの死体が発見なんで、一応ギリでもうしょぼすけはできないじゃないですか。しょぼすけさん下から来てるんでね、あのキルはできないですよね、僕どう考えても。私しても正直あのエレキでのキルの話で言うと、しょぼすけさんが本当にルート的なエレクトリカルのルートちゃんと通ってってすぐ発見っぽい感じのタイミングだったのがあるので、だからそれはゲンさんが切ってる可能性があるでしょ。そう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 、あの初手僕とアベレージ君ってあの貨物ラウンジで結構な長い間見やすいから絶対無理なのね、この2人は。ゲンさんってだって白出てないところでしょ。でアベレージ君の証言からゲンさんかしょぼさんで、しょぼさんと僕としか会ってないっていう証言プラス後からゲンさんもそばにいたからゲンさんもあるからもねっていう話になってるわけじゃん。だから僕しょぼさんのインポスターの線は切れないのよどうしても。でしょぼさん釣って終わんなかったときって、メヤ君釣ってね、あの僕を疑わないんで、そう、ね、そう、それで OK です。ボタンを誰持ってるのかだけ言った方がいいじゃないですか。もうないです。持ってないです。はい、じゃあ、伊豆さん信じたらメヤさんになるの。その場合だと。なんで僕がどこのキルに関わってますか。アベレージ君と僕ってキルに関わらないですよ、マヤコさん。いやー、待って、でも俺もここに釣られたらマジで終わる。よかった。いや、舞子さん視点なんで俺になるのかがちょっと全然わかんない。あとで教えてほしいわ。全然わからない。伊豆さんを信じた場合ってなんで俺になるのかが全然わからない。どういう推理でそうなった？2キル目アベレージキルを考えるんだったら、俺になるのは確かに間違いではないんだけれども、あのね。俺ってそれ以外キルをしてない人間で、初手キルに関しても関わってないし、なんでだろう。大丈夫。メイヤさん入れてくれますよね。メイヤさんだと思います。オッケーです。全然すれ違ってます。はい。アメリコさんこれどうする？いやメイヤくんだよ。で僕ショボスケさんだと思ってショボスケさんに殺されようとしてたらメイヤくんが殺してくれたから。あれあれこれどうす？ちょっと待って。まあ、この時点でアメネコさん多分ジャッカルではないとは思うんですよね。だってさ、僕って伊豆さんと最後さすれ違ったじゃないですか。はいはいはい。そしたらさ、アメネコさんがさ死体の上に立ってた感じじゃなかった？戻ったら。あ、停電中なんでわかんないっす。まあ、伊豆さんが僕に入れるのはもう無理じゃないですか。そうですね、もう僕をヒロ置きしてるんで、ジェスタ置きしてるんで、まあ、僕クルーなんですけども、それがありがたかったんで、てか僕はジェスタ置きされてるから、ショボスケさんがごめん、しょぼすけさんごめんね、聞いてる。あの僕しょぼすけさんがインポスターと思ってた、僕はね。あ、なるほどね。これでしょぼすけさんに殺されたかった僕は。でしょぼすけさん僕がジェスターだと思ってたら、あの僕を殺さないじゃん。
そうですね。あ、これミスったな。で、僕殺せばあれだったから、これ俺僕はしょぼすけさんに殺されようとしてたけど、結局殺されなかったっていうだけです。で、メヤ君がインポスターだったんで、これミスったな。何をミスりました？インポスターだからじゃね。これアメネコさん絶対俺ジェスだと思うの。ほぼジェスだと思うんですよ。アメネコさん多分自投票してんだよこれ、伊豆さん。ああ、なるほど。はい。えてなったらまずいっすよね。票を分けられたら、僕が名屋さんに投票して名屋さんが僕に投票したら割れますよね票。いや、どうだろう。いや、これはメヤ君、これメヤ君さん次第じゃない。これアメルコさんがメヤだよね、だよね、だよね、そうだよね、アメルコさん入れてるよね、自分にね。そうだよね、そうだよね、入れるしかないもんね、自分にね。あー、もうまた一歩遅かった。そうだよね、アメネコさんジェスターだったら入れるしかないよね、アメネコさん。そうだよね。あ、待て待て、ほれほれ、タスク終わっちまうか。おい、どこだ。おい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 、素晴らしい。よっしゃ、チャンピオン素晴らしかった。タスク終わんなかったか。よし、そうよな。熱いこの試合。そうよな。これシェリフでずっと探しててタスクやれなかった。いや、はいはいはい、そういうことか。なるほど。申し訳ない、ずっと走ってて見つけられなくて。あ、じゃあやっぱり最初ゲンさんやったんか、あれヒーローやんな。そう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 。あ、ホロンさんがあれか、シェリフか。今回モーフィングキルしかしてない。そうなんすよ。あ、なるほど。じゃあオレンジじゃない、この人に。マップの左下で震えてましたよ。そうそうそう。あれホロンさんプルプルしながら、あの展望デッキの一番左下にいて笑っちゃった。あ、てか今さ、ジャッカル誰だったんですか。あ、確かに。あ、安倍ちゃん。いや、ごめん、だってアドミン見てんだもん。見ちゃった。殺すよ、それ。アドミン見ちゃった。だって、メイヤーさんだって、なんか、足首取ってくれたから、安心してる。若干、アドミンカメラ見がちっていう。やることないからね。やることないんすよね。